オーストリアに仕えて活躍した貴族、政治家。爵位は白尺。プロイセンで活躍したクリスティアン・アウグスト・ハインリヒクルト・フン・ハウクビッツは同族。ハウクビッツは当時オーストリア領であったシュレージェンの出身で、成人後は現地の官僚として活動していた。オーストリア継承戦争によってシュレージェンがプロイセンに活動されることになると、 ハウクビッツ家はオーストリアに従って、シュレージェンを退去する者と、シュレージェンに残って、プロイセンに使える者とに分かれた。彼はオーストリアに引き続き使えることを選び、ウィーンに出た。ハウクビッツは、名門家の出ではなかったため人に知られる存在では、なかったが、現状の行政制度のままでは、米面、メーレンの維持すら危ういと主張して、マリアテレジアの注目を受ける。 マリア・テレジアは即位後の戦争を乗り切るにあたって、オーストリアの統治体制が急変に過ぎることを痛感しており、ハウクビッツと考えを同じくしていた。実際に登用されたのは神聖ローマ皇帝フランツ一世の推挙によるところが大きいとも言われている。またハウクビッツは、野心の少ない性格、謙虚でかつこびない態度でも、マリア・テレジアの評価を受けていた。 ハウクビッツは、プロイセンとの和平成立後、シュレーゼンに戻って、プロイセンの行政体系を調査研究しており、その影響を強く受けていた。マリアテレジア地政前期のこの第一次改革で、ハウクビッツは、プロイセン流の行政をオーストリアに構築することを目指した。具体的には、以下のような政策を実施した。新しく管理庁が設立され、 ハウク・ビッツはその長となった。管理長は地方に下部組織である修正長、軍政長を有し、それまで閣僚法ごとに在地貴族層によって独自に行われていた行政活動を中央から一元的に行うことを目指した。同時に従来行政の一部門であった司法を独立させ、最高司法長と地方司法長を置いた。 これによって地方によってまちまちだった方や、刑罰の統一化が進められた。また、財政制度と税制を改革した。それまでの、両方の盗賊議会にその年ごとに必要な金額の、効能を求めるやり方を廃止、毎年一定額を払わせることにして、議会の承認は10年に一度とした。並行して貴族及び、教会の免税特権を徐々に削減させるとともに、 当族議会に任せきりだった、徴税率や、範囲の決定権を中央政庁に移していった。実際に、徴税の際に必要とされたのは、人口、財産の調査であり、このために統計調査の実施が行われた。これらの事柄は、貴族の強い抵抗を受け、特に税調査の実施については、農民も反対して一部地域では、暴動も起こったが、 マリア・テレジアの強い意向により思考が後退することはなかった。また、実施困難と見られた、ハンガリー、レーデルラント、オーストリア領イタリアについてはこれらの改革の範囲外と初めから決められていた。ハウクビッツのこれらの政策の実施により、オーストリアは遅れていた、行財政部門を進化させることに成功した。それによって、初めて、 オーストリアはプロイセンへ対抗することが可能になったのである。後にカウニッツ主導の第二次改革がハウクビッツの業績を引き継いだ。ありがとうございます。